愛せてますか自分と向き合った時初めて知った。ちっぽけな見えたプライド、そんな生き方はやめよう。今からでも遅くないから僕にしかできないことって何だろう。何度もぶつかって転んでやっと見つけ出した答え伝えたいから。 聞こえる歌が歌える。それだけで幸せなはずなのに人はないものばかり求めてしまう。